皆さんこんにちは、滝沢勝成でございます。たまに飛び出すおしゃべり動画でございます。今日は突然ですが、仏教の話と私の個人的な価値観の話と、あと私が好きな臨床心理学者さんの河合駿さんという方の話をごにゃごにゃっと織り交ぜながらお話をさせていただこうかなと思っております。まあ皆様が日々生きる中で大なり小なり苦しみ悲しみいろいろあると思うんですけども、いろんな悩み、なんでこんなことが私に起こるやろかとか、なんでこうなってしまうやろか、 あれができたらどんなにいいことやろかみたいな感じであると思うんですが、そういった苦しみストレスからちょっとでも解放されるんじゃないかなと、今日の話を聞いていただけたら少しでも心がふわっと軽くなるきっかけになるんじゃないかななんて思ったりとかするので、もしよければお付き合いいただけたら幸いでございます。よろしくお願いします。ことのきっかけとしては、先日レッスンで生徒さんと宗教の話をちょっくらしておりまして、まあその方はキリスト教、まあおそらくカトリックだと思うんですけども、キリスト教ではこんななんですよ、なんつって。で、僕は割と仏教に基づいて物事を考える癖があるので、あ、そうですね、仏教ではこういうことなんですよ、なんつったら、ああ、そんな違いがあるんですね、面白いですね、なんていう話になりまして、そこで私が、この話、動画にしてみたらちょっと面白いかもしれない、みたいな感じでお話をさせていただく次第でございます。結構ね、面白い話になると思うので、ぜひ参考にしていただけたら嬉しい限りでございます。よろしくお願いします。世の中の全ての宗教、で目的は実は一緒で、まあ幸せになるためにはどうしたらええやろかっていうのが基本ベースにあるわけなんですよね。人がよりよく生きるためには、幸せになるためには何をしたらいいんだろうか、何をやったらいいんだろうか、どう考えたらいいんだろうか。で、それぞれの宗教でこういろんな考え方があるわけなんですけども、まあ、仏教の場合はですね、その最終目標としてその涅槃ってものがありまして、その悟りを開いて涅槃になって全ての苦しみから解放されようじゃないかって、そういう話なんですよね。で、仏教の面白いところとしては、一神教って言って、その一つの神様がバーンといらっしゃって、でその方の教えをね、この守ったりとか、なんかこうで信仰したりとかして、進めていくのに対して、仏教の場合はそういうね、神様ってものがね、いなかないんだけどもね、この人が神様ですってのは特にいなくて、まあ言ってみればなんかみんなで神様になっちゃおうぜ、神様に近づいちゃおうぜみたいな、なんかそんな感じの考え方なんですよね。で、その形が涅槃ってものがあるわけなんですけども、サンクスイ島でニルバーナってやつですね。ニルバーナで、その涅槃になるためにはどうしたらいいかっていう教えが4つあって、その4つの教えがですね、一切皆苦、諸行無常、諸法無我、涅槃寂静ってあるんですけども、まあパッと聞いてなんやねんって話ですよね。全然聞き覚えがない。まあ、でも諸行無常は国語の授業でやりましたけどもね。でも結局その何の意味か分かんないみたいな感じじゃないですか。まあその涅槃になるための一つの教えなわけでございます。で、その一番最初の第一ステップが一切皆苦っていうんですけども、一切合切の一切にみんな苦しいと書いて一切皆苦です。もう生きとし生けるもの全て苦しいというですね、とんでもない身も蓋もない教えなわけでございますよ。どこに行っても誰が誰であっても絶対苦しいっていうね、そういう教え。でもその苦しみがネガティブに捉えるんじゃなくて、なんで私だけこんな苦しいんだろうかとか、なんでこんなうまくいかないんだろうかっていうふうに苦しむんじゃなくて、この苦しみは私が人間的に成長するために与えられた試練だと考えることで、乗り越えていこう、受け止めていこうという、なんかそんな感じの教えなわけです。でもまあ私たちね、ちょっと振り返ってみてもなんかそういうのありますよね。なんか今までこう乗り越えてきた苦しみとかを振り返って、あの苦しみ、あの悩み、あれがあったからこそ今の自分があるんだな、みたいなのってありませんでしょうか。あれを乗り越えたからこそ、気づけたことあると思いますし、得られたことあると思いますし、その人脈だったりとか経験だったりとか、そしてなんかこう、それらがあったことによって人間的に強くなって、人に優しくできたこともあると思うんです。で、その価値観のバランスが取れたりだったりとか、より良いなんか人間性の成長だったりとか、物事に出くわした時の冷静さだったりとか、やっぱりその苦しみに慣れてないとさ、なんかこうボーンって僕に苦しみが訪れたっていう時にさ、この結構うわどうしよううわどうしようみたいな感じで戸惑ってしまうこと少なからずあると思うんですけれども、まあそういったね、苦しみをたくさん乗り越えば乗り越えられる、乗り越えるほどまあその人間的に成長できるから、まずは受け止めようと、受け入れようというような、そんな感じの話なわけです。で、見方を変えると、その苦しみは必ず訪れるもの、プラス世の中のことっても基本的に思い通りにはまずならないから、まあそのね、思い通りにしよう
って思うことを捨てるところからスタートしようっていう、そういう教えなわけでもあるわけです。まあ世の中の思い通りにならないことってのはそういっぱいありますよね。もう例えばその自然のことだったりとか、あと他人だったりとか環境だったりとか、まあ下手すると自分自身もねコントロールできない時ってもちろんあったりとかするわけじゃないですか。そんな状態なのにもう誰かからその好かれようとか、この人になんかこう何とかしようとか利用してやろうとか、その人を変えようとするとかさ、変化させようとするとか、なんかその天気をコントロールするじゃないけど、自然をコントロールしたりとか、しようとすると苦しみが増すっていう、そういう教えなわけですよね。で、ちょっとその後のその、まあ、諸行無常とかね、あの諸法無我っていう話にちょっとね、つながってしまうんだけども、その思い通りにならないから、まずそのね、思い通りにしようとすることを捨てる。で、その自分の形を変化することで、その人だったりとか環境だったりとか、どういうフィットの仕方をするだろうか、みたいなところまで、まあ、つながっていくわけなんですけども、まあ、とにかくそのね、まあ、苦しみを受け止めるところからスタートしようよっていうのが、その一切皆苦っていう話なわけです。で、私がすごく好きな臨床心理学者さんの河合駿さんがまたね、面白いことをおっしゃってて、生きてるっていうことは、もう病んでることのスタートだっていう話をされてるんですよね。もう心が病んでない状態なんて、まあ、まずないと。まあ少なかれ多かれ、まあ、必ず悩み、悲しみ、苦しみというのは存在していて、もう生きてること自体がね、私たちがその病んでることの証だったっていう話をされてるんですよね。まあ確かにすげえ、それはその通りだなと思っていて、まあどんなにこう、ね、隣の芝生はなんとかじゃないけども、ね、すごいこう成功してそうで、そううまくいってそうで、なんかこう、すごい幸せそうでキラキラして、なんか家のあの人はすごいな、羨ましいなって思う人がいたとして、で、その人にね、いや、あなたなんか悩みなんかなくていいでしょうね、なんつったところで、いや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 、私だって悩みありますよ、つって。まあ必ずそのね、その人なりのステージ、そのステージなりの悩みっていうのは必ず存在するものでございまして、まあどこもかしこも必ず悩みなんてものがあると。で、その悩みをいかに、まあ、解決していくかっていうところなんですけども、さっき言ったように、そのね、悩みに対して、どうしようかな、避けたいな、逃げたいなって思うんではなくて、よし、じゃあこの悩みを、もう受け入れるところ、受け止めるところからスタートしよう、えいってやるところから、まあ、その、涅槃の入り口が始まるという、そんな感じの教えなわけです。で、そうだな、その河合駿さんがまた面白いことをおっしゃってたんですけれども、まあ、あれが、手に入ったらどんなに幸せだろうかとか、まあ、これができたらどんなに幸せだろうか、あそこに入学できたらどんなに幸せなことだろうか、この資格が取れたらどんなに幸せだろうか、この車が手に入ったらこんだけお金があったらどんなに幸せだろうかって、まあそういった考え方をされることも、まあ多々あると思うんですが、まあ結婚できたらうんたらかんたら、なんか彼女ができたらうんたらかんたらの車とかもそうですし、なんか家とかもそうかもしれない、なんかギターの技術とかもそうかもしれない、これができたら、こうなれたら、ああいうふうになったらどんなに幸せだろうか、まあ、そういったものが皆さん少なからずあると思うんですけども、まあ僕にもありますけどね。でもなんかね、得てして、まあそういったものを手に入れたとて、幸せはなかなかそのにやってこないという考え方もあるわけですよね。確かに振り返ってみると、過去に私たちが、そういったこう願望っていうのかな、これができたらいいだろうなとか、これが手に入ったら幸せだろうなみたいな、まあそういったものがいっぱいあって、まあその蓄積というか、それらをその乗り越えてきて、まあ今があるわけなんですけども、じゃあそれらをそのね、あの時の思い、願望を乗り越えて今手に入ったけども、じゃあその幸せバロメーターってどんぐらい上がったかなっていうと、まあもちろん上がってはいるんだけども、まあそこで満足してるかというとそんなこともなく、まあやっぱり、これからまた新しいステージで新しい悩みが出てきて、結局こう変わんねえじゃねえかみたいなところもあったりとかするわけなんですよね。で、その、これができたらいいよな、うんたらかんたらっていうのはですね、その、まあ、いわゆるその執着になってしまうわけですよね。なんかこう、自分の考えとか自分の苦しみとかからその逃れるための、そこにこのすがりついてしまうみたいな感じの執着。そういったものがあると、また心ががんじがらめになってしまって、うまくいかないことが増えるので、とにかく、苦しみ、悲しみ、悩みがあること、そして心が病んでしまうこと、そういったものを、捨てたり、避けたりとかするんではなく、受け止めて、受け入れる。という教えなわけでございます。まあ、こんな感じで話を聞くと、なかなか頑蓄のある言葉だなって感じがしますよね。一切皆苦。なかなか含みがある。なんで、まあ、皆様がですね、これから生きる上で、まあ、少なからず、何かしら悩み、苦しみ、訪れると思うんですよ。で、そういったものがボーンと来たときに、うやだなぁ、もうこれ逃げたいなぁ、これどうしようかな、やだなぁ、このところ本当にもう、うわぁ、マジかよって嘆いてしまうときも多々あると思うんですが、そういったときにですね、一切皆苦、
という言葉を思い出していただけたら、まあそうだよな、思い通りになるでもな、世の中な、そうそう、思い通りになろう、しようって思う方がダメなんだよ。おこがましいよ。人間だってそんなできること少ないもん。もうこれはもう頑張るしかない。俺が頑張るしかないんだ。そうだ、俺が頑張るしかないんだ。わーって。なろうっていう。そんな感じの考え方なわけでございました。いかがだったでしょうか。で、その後にですね、まあ、その諸法務が、諸行無常、一切開、涅槃弱状って続くわけなんですけども、まあそんな感じの第一ステップとしては、一切開くっていう話があるよということでございました。いかがだったでしょうか。まあもしね、皆様の方で何かご意見、ご感想ありましたら、パパッとコメントしていただけたら幸いでございます。続きの話はですね、ちょっと今、僕ブルーレイ焼きながら、地味にこの作業してる間、この待ち時間。あれだなと思って、まあ、この動画を撮ってるわけなんですけども、もしなんかね、続き聞きたいみたいなことがあれば、コメント残していただければ、続きも話をしてみようかなと思いますので、もしよければ、いろいろとご意見、ご感想、残していただけたら幸いでございます。それでは、そんな感じでこの動画を終わりにさせていただきましょう。また違うところをお会いしましょう。さよなら、グッバイ、じゃあねー、滝沢勝成でした。さようなら。